日本の電力系統における、キー水道直流連携設備の1キー水道直流連携設備は、関西電力送配電、四国電力送配電、電源開発送変電ネットワークが運用する電力供給設備である。直流送電が用いられている。2000年6月22日運用開始、関西電力送配電と四国電力送配電は、 いずれも電源周波数が 60Hz であり交流送電も可能であるが、本州と四国の間は東岡山変電所、佐抜変電所間の本市連携線によって交流連携されており、交流送電では電力系統にループが構成され制御が難しくなる可能性があることと直流送電の方が建設費が少なくて済むことから直流送電が用いられている。 和歌山県伊藤郡葛城町にある高直変換所。変換容量140万キロワット。北緯34度12分50秒統計135度30分8秒。北緯34.21389度統計135.50222度。34.21389135.50222。徳島県阿南市にある高直変換所。 変換容量140万キロワット。北緯33度49分40秒、時計134度38分12秒、北緯33.82778度、時計134.63667度、33.82778、134.63667。和歌山県日高郡由良町にある海兵所。 北緯33度58分37秒、統計135度5分21秒。北緯33.97694度、統計135.08917度、33.97694、135.08917。気北変換所と穴を変換所を結ぶ送電線。直流25万ボルト、総局、定格2.8か。 送電容量140万キロワット。総局1回線2乗と中性線2乗の計4乗で構成される。送電線の設計耐圧は50万ボルトで、この電圧に昇圧すると送電容量は280万キロワットになる。架空線を10.9キロメートル、地中線48.9キロメートル。 キー水道直流連携設備の運用開始について2011年3月13日、閲覧 AB ハット ABC キー水道直流連携設備の概要2011年3月13日、閲覧キー水道を横断 DC プラスマイナス500、KV 改定オブケーブル。ありがとうございます。